逃げる選択肢ですね逃げるというかむしろ僕はチャレンジだと思う日本ではね、それがチャレンジになるだから MIT でねラボを持ってらっしゃった伊藤上一さんもおっしゃるけどラボを構成する大学院生研究者の卵のうちのどう見ても六割は ADHD だつまり普通の人ができることができないでもできないから才能なんですねそうですだからそれは注意の要領のうちのそのほとんどが あの対象に向かう。なるほど。そこに向かう、まか、あ、過集中っていうのはね、うん、単純な集中力ではなくて。ただそれはアーティストとか学問の方ならわかるんですけど、普通のビジネスパーカーどうしたらい,いんですかね。もうそういう方々を尊重するんですよ。ああ、それマールオフィス周りがってことですか。周りがというか、うん、そのオフィスの文化として最終的に周りに合わせる代わりに。うん 独自の他の人が思いつかないことをやれるやつをやっぱ尊重し、うんうん、その人間たちが育ち上がるための環境をできるだけみんなで整えていくっていう、うん、そういう意味でのチームプレーが大事なんですね。うんうんうん